うわー、死んじゃうの？ガチかよ。ダメだって。万の平和をどうしようと。ダメだってそれは。ここは倒産。ああ。ひるむな。突破せよ。古が悪雷の猛獣。おっさん。広大まで。語りすぎる。おー、松尾さん、こんばんは。お疲れさんです。いやー、そうなっちゃったか。俺たちで止めるしかないのか。おっさん、目を覚ませ。うわ、うずい。待って、なんか竜に似てる、お前。怖い怖い怖い。うわあ！大丈夫か？来てる。すまねえ。もうダメかも。クソが。待って、これダメだわ。疲れる。面目ねえ。三国志の話では、レイはこの頂上の計画で停止します。結構うざいな。軽くやってみたけど、このボス強すぎて倒せないかも。泣きっぺな。マジで松尾さんが。うぜえ。もう死ぬ。こんな感じで無数の矢を打って、切り傷を無数に受けてもなお、曹操が無事に逃げ延びるまで戦い続けました。かっこいいな。超えてくも、じゃあそこを怪物対策しましょうってやつだよ。化け物しちゃいましょう。確かに連携ポジション。相性か。いや、リュウに行けるんだよな、マジで。
戦死しました。曹操は兵員の死を自身が死ぬまでずっと思い出しては泣いていたそうです。泣けるなそれ。なんか武器だ。自分の角を。ちょっと早いんですよね。実は。え？何だった？ああ。セットが引き継いだって。普通に回復ね。よし。あ。おっさん、目を。一周目でこれなんですよね。そう。そう一周目なんですよ。実は。実はこれ一周目です。やばい、雨だ。なんでこれ無理。このセル攻撃。あ、てか、まとめた俺。ニオツール。全部終わりました。これ一人の力じゃないですけど。かっこよすぎるよ、マジで。ヨウがマジでかっこいいわ。やっぱ力だわ。どうしたかた。おめでとうございます。ドーク、とても遠くに行ってしまわれましたが、何してん？下がるしかなさそうだ。いろんなその幸せさんとかいろんな方々がアドバイスくれておかげで、ようやっとね。クリアしちゃいました。2回目で倒したというのに竜の猛襲大丈夫か。ポテトマンダメかもこれ。2周目俺ダメかもしれない。しかも2回で倒したのとあれですよね、2周目のデータですよね。OK 3回、ん？4回目
ナイス。あざっす。誰も近づこうとしなかった。天候。ありがとうございます。拾ってくれたのは曹操軍だった。なんか天意ってなんかあれだな、荒くれ者から武将になりましたみたいな感じだな。あの方は勧誘の名とは裏腹に過ぎたる情けを足にかけ悪来の恩賞を喜んでないと思います。与えてくださった。悪来ってどういう意味だ。捧げた命、それを今ここに尽きようとしておるが、お主や巨著になら安心して後を託せよ。天意はもともとは族です。族か。おさん、その顔を見る限り殿は無事なようだな。日本語だと悪って強いという意味だよね、昔は。あんたの志、俺が継いでみせろ。あー、これでな。ならば継ぐことか。わしの魂も託した。妙二にも出てくる悪七っていたでしょ。ああ、はい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 。僕とアキラさんの旦那さんに似てるよね。確かに言われてみればそうかも。